本当にね今日成田さんのご両親のお話も聞く予定があったんですけども14歳の時にお父様が失踪されて自己破産しお母様がノイローゼになり17歳の時に脳出血で倒れて、まあ、一命を取り留めるも半身不随になられたということがご著書にも書かれていて、まあ、この時に誰かに依存せずに自立して生きられる人間にならないといけないというような。 そうですね。がこれがあったから良かったですよね。うん、だからこれがあったから、なんかその、普通の感じで就職するとかもあんまりイメージが湧かなくなっちゃったというか。うん、えー、俺別に何もなかった。いや、そうですよね。だから堀江さんの原体験も面白い、なんかあったのかなとか、なんかなんで堀江さんがこうなったのかかなり謎で、ご著書でもなんか。うん いろいろ書かれてましたけど、でも、なんかいまいち掴めてないんですよね。何が原体験。別に何も原体験ないっていことですよね、うんで。僕はなんか明確にあったんですよね。なんかそ。何もない。なもきっかけもない。でも、単純だから、シンプルにあれなんでしょうね。論理的に考えて、そう行き着いたってことですよね。はい、ね、さっきの話で言うと。うね、なんでこの人たちはこうやってんだろうって、普通に疑問に思ってって、それをクリアしてったっていう。うねうん、もう、なんか幼稚園の頃から考えてたもん。うん、ああ、だから、それは特殊なんでしょうね。これ、ねうん。特殊なのかな。 だだと思いますよ。うん、だ俺幼稚園の時に、世の中の構造が分かったんだよね。<laughs> <laughs> そんなことあります?嘘。嘘や <laughs> いや、なんか、お遊戯会ってあったじゃん?。<laughs> はいで。お遊戯会でさその王様の役をやるのは、金持ちの息子なんだよね。おお。そのなんか、そのうちの町で、一番の料亭ビルみたいな、やってる。うんうんうん ところのまあそこその後その後聞いたら破産しちゃったらしいんだけどでもそいつがね王様でお姫様はさ病院の娘だね大して可愛くねえのになんでお前がお姫様なんだそこでだからあこういうものなんだ社会は僕が好きだった転校生の子はカエルド役だったしめっちゃ具体的に覚えてるじゃないですかカエルも可愛いが俺はただの兵隊だからねなるほど これすごい明確なななな社会的な格差だなみたいな、うん、逆に小学校になると、うん、いい意味でも悪い意味でも平等じゃないですか、はい、だからそういう格差はつけられないんだけど幼稚園って私立だから、うん、で別に義務教育でも何でもないし国の規制もそんな入んないから、うん、明確にそのお金持ちが優遇される世界っていうのが、うん、おすっげえと思ってでも見えたってことですよねそれねめっちゃ見えましたよね、うん、な,なんか先生はみんなに平等に接してるように見えて。うん そうではない。なるほど,るほど、はい。昨年末にあの堀江さんがあの高校大学の無償化のことでユーチューブで問題視してたこの話もぜひあの取り上げたいんですけど東京都高校授業料を実質無償化ということで小池百合子知事が発表されたんですけど、これに堀江さんがユーチューブでこれはもう非常に問題あるよというような話ですね。問題あるよっいうか、ちょっと集会遅れすぎて面白いなっていうだから普通科の高校って一番行ってはいけないところなのに。 だって学校の先生ってさ一番教えんの下手だからね俺気づいたのよ一番教えんのうまかったの小学校の中学受験の塾の先生が一番うまかったの塾の先生うまいっすよね特に小学校の塾の先生は死ぬほどうまいのよなぜかって小学生ってやっぱ落ち着きないじゃんそうですよね言うこと聞かない言うこと聞かない落ち着きのない子供たちに興味を持たせるぐらい話がうまいのん。 大学の先生がそう思いますそう思います,そ,う思いますそもそも俺気づいた、うん、中高で教わったことってほぼねえなと思って、うん、俺普通に参考書自習してたわと思って、うんうん、でもその当時はなんか自分がこれに面白いなとか興味があるなっていうことは結構あったんですか明確俺もだってパソコンにハマってたからああだそれはやっぱはあったんですねああの中1でパソコン買ってもらって<ー>もうそればっかりやってたからなるほど。 そういうことですねでもやってよかったよね、うん、いやいや明確にいいっすよね明確に良かったね。うん、だけど親にはめっちゃ成績下がったから一回ゴミ捨て場に捨てられたもんね、うん、あそうなんだそうだからやっぱ親の言うことは聞いちゃダメだなってよく分かったよ、ね、いやだから親って30年古い人たちの意見だから親を喜ばせるっていう発想 そもそも捨てないといいでも時代に取り残されるっていうのはまず大きいですよ、ねうん、そうだから親にすごく従順ないいい子ってめっちゃ損するんや別に最近すごいんですよキャリア教育とか話してても、うん、結構半分ぐらいの人が親を悲しませたくないっていうワードがキャリアコーチングとかの現場だと出てくるらしいですよ。やばいなと思って、うん、だからそういうふうに教育をすり込んでるってことじゃないですか親が、うんまあ。無意識でも、うん それが一番良くないなというか、うん、その子供側はやっぱそれ外していかないと、うん、でもさ「嫌われ勇気って本がさはい、はい、ベストセラーになったで、ね、あれはだからアドラー心理学のお話なんだけど。 俺あ10年前にゼロって本出した時にそのライターをやってくれた古賀さんという人が著者なのでちょうど僕の本と嫌われる勇気を同時に書いてたそうなんですねでも後ですよね出たのはほぼ同時期ほぼ同時期だで古井さんの話聞いてるとアドラーの話とほぼ一緒なんでとにかく読んでくださいとこれ絶対自己啓発系の本って読まない自分は出すのに自分は読まないでもとにかくその古賀さんにも世話になったし 小川さんのおかげでいい本ができたと思ってるから、はい、まあじゃあしょうがねえなと思って読んだのよ、うん、そしたら俺の考え方とほとんど一緒でやべ損したと思って「うん、アドラーを知ればよかったっ」<laughs> 俺がなんか40年かけてたどり着いた枠組み思考の枠組みをもう100年も前にアルフレッド・アドラーはそこにたどり着いてるわけじゃん。うん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  俺だから車輪の再発見してたんバカだな俺と思ったんだけど <laughs> やっぱね両方売れましたけど売れたんだけどだからとにかくアドラー心理学って日本ではマイナーだったんですよ。協調、ね、者の岸田さんだっけな、まあ、10年ぐらいかけて作ったって聞いですけあの人は自分の子育てに悩んで、うん、アドラーを勧められて研究したらすごいことになってたっていうので彼はアドラー心理学の第一人者になったんだけど日本で。うん、いや日本っってて心理学ってささフロイトとかさ、はいうん そんなのばっかじゃん。ユ,ね、ユングとかフロイトとかそんなんばっかじゃん。うんうん、だから全然興味持てなかったんだけどアドラーはすごいよ。特に教育に関してアドラーさんが結論を出してるのにもかかわらずいま、うんうん、だにさ、うん、そのあの中で一番感銘を受けたのは何かっていうと親は子供に教えるなと対等に接しなさいと。うんうん、コップに牛乳を入れて 座っってて飲みみなななさいいんな言うじゃないでも子供もたちながらこのフラフラしながらこぼしたりするじゃんでそれをお母さん怒るじゃん怒るなという話なんだよ。そしたらどうすればいいんですか,要かこぼさないようにするためには「座って飲めばいいんじゃないの」みたいな、うん、その対等に「うん、そうだよね」っていうその納得いくような説明をする。うんうん なんでって言ってバーって吹くんじゃなくて<う>。一人の人間として、相手を尊重して。あの自分が知ってる知識を、あの。教えるみたいな。だ要は助け合いみたいな。だ僕は、だから、その。アドラー式。では、その。子供から教わることもたくさんあると思う。うんうん ギブアンドテイクだとこれは私が知ってる知識も子供に教えるけど子供から吸収することもあるからこれはだからウィンウィンの関係なんだよっていうようなお話なんですよだけどみんな自分の支配下に置こうとするじゃんで怒られないようにするために親に従順になるわけだけど俺はめちゃくちゃ反発してたからね親が特に合理的でないことを言う時には絶対反発してたからね。 反発でできる方がいいですよね、うん、合理性とか非合理性に気付けないから多くの子どもがそれでだん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 親の思想が刷り込まれちゃうっていうのはすごいあると思うまあただ俺の時はそれを言うことがめちゃくちゃ体罰につながることそうですね<ー>結構死ぬ気で言ってたんだよ、うん、そうっすねでもや普段やってくれてるからって思わないんですかこれは非合理的だけど<を>いつもお弁当とか作ってもらってるからこれはもう飲み込むしかないって思っていや逆俺だって お前が俺作ったんだからお前がお前が弁当作るの当たり前だろうって思う割とその思想ですね自分もだから僕は親としてはそう思ってるだから俺産んでくれてありがとうっていう思想が分かんないそうですよねこっちが産んでるんだからお前がセックスしてさその気持ちよくなして作ってんだろお前ちょっと極論ですけどでも両方の視点があるなと思っててだからそれをなんか平等に取っていく必要があるんじゃないっていそうだからそれはさやっぱりさお互い様じゃん だから非合理的なことを言ったときは言わなきゃいけないんだよ。だけどボコボコにされつづかったね。<laughs> アトラーはいいですよね。いや、僕もなフロイト先生の嘘って本を読んで、なんかフロイトとかユングがいかにこうすごい断片的な心理学をやってるかっていう。うん、アトラとかあんま取り上げないじゃないですか、うんうん、日本は。そ,その本を読んで気づきましたね。うん、な,ねなんかその高校時代から、ね。もうそろそろお時間となってしまったんですけれども、<ら>教育をテーマにした新番組エディパッションをですね。 成田さんが MC としてご出演されるんですけれども、えー、どういった番組か教えていただきたいんですけこれで MC って言ってもいきなり呼ばれて行ったら MC だったっていうことなんで突然すぎるっていう感じなんですけど、はい、まあその今日話してるうな中学受験とか、はい、次で言うと例えば、まあ、グローバル教育とか、うん、ボ,ボーニングスクールとか、ねはい、あるいはまあ今後だったら金融教育とかわかんないですけど、はい、いろいろあると思うんですけど、まあ、皆さん教育に興味があると思うんで、まあ、それを一個一個専門家の人と深掘りながら。 まあ僕はちょっと MC なんですけどポジション取りながらお話を展開できるといいかなとそんな風に思ってるんでぜひ興味ある方は見ていただければかなりあの他の教育番組とは違うあのセンスになって面白い番組になってますエヴァゲリオンの声優やられて宮村さんがサブであの入っていただいてるなんか2次のシングルマザーっていうことです当事者として参画していただいてるんですねということで堀江さん本日あの教育について徹底議論しましたがいかがだったでしょうか。 時間足りないです。時間足りないです。<laughs> これちょっと続編エビパッションにも惚れさせていただいて。<laughs> いや, <ー S 1> や,いやーこれで,でも <laughs> 尽きないですね。尽 <laughs> きないですね,ねこれで。うん、いやーすごいね。<laughs> 岩盤だね。だねいや、そうなんですよ。三十年かかっても、堀江さん、これだけ発信しても、これだけ崩れないんで。私のもう骨の髄まで、それが染み。込んでやさん、もうそっち、こっち側に。発想を変えていかないといけないですね。<laughs> はい。ということでですね。成田さん、あの、改めて堀江さんとの今日の議論いかが。いや、ね、いつも堀江さんの意見を拝見している中で。まあ、改めていろいろ深く話ができて、楽しかったですし。 もうちょっとお話できたら続き、ぜひやりたいなと思います本日は皆さんありがとうございました